オンさらばたたあげたハンナマンななうけろみ少量衆読んでいく少量衆講義坂田光善さんの1 7三巻ですね「万暗札平勝誌の陸府に赴くにおるし並びに序」 伴暗殺閉唱詩伴は聖かばね暗殺は暗殺詩閉唱詩は官名で唐の大僧の時に始まる失政の書すなわちこれに該当する人は三義樹詩の書大友の宿根国道で 健闘福祉小四位の下小麿の孫小五位の下継ぐ人の子にあたる陸府はむ陸奥まあ道の,区の国のこと陸奥陸奥の国 道の句、えー、と位はじめに題名をあぐ次公儀三義十詩の上、大友の宿根、ね、国道が暗殺詩として陸奥に赴任するに際して送るところの詩並びにその序文 それ、不尊南北に心なけれども、風に負う時はすなわち飛ぶ、純の徳なり、人心統制に心なけれども、名を含む時はすなわち発、す、忠の至りなり。それ、不尊南北に心なけれども、風に負う時はすなわち飛ぶ、純の徳なり。 人心統制に心なけれども、名を含むときはすなわち発す。忠の至りなり。時君。不尊は雲のこと。章の意味。平章時の中徳を断絶しもの講義。およそ雲は方角ということについては心ないけれども、 風に会えば南へ北へと飛んでいくことはこれ純の徳であるがごく人心も方角については終身はないのであるけれども天命を含めば直ちに東へ西へと長谷三次任に就くのであるこれはすなわち市中のほつろにほかならぬ。細耳たる防衛昏睡に迫りおり 狼の心蜂のせいあって世を経て功をなす。祭祀たる棒維昏睡に迫りおり、狼の心蜂のせいあって世を経て功をなす。注釈祭祀は非生の様。棒維は毛の生えたる蝦蜜のこと。 昆水は、今は、ンですね。牛ラの方角。水は、偏水で国の果てのこと。蔡、狼。細楼のことで、悪獣で生物を害するに例う。蜂の性は毒ありて生物を害するに例う。孔を成す、孔は、やましきこと。章の意味は、 蝦夷の暴悪なる様を明かす祭事たる暴為昏睡に迫りおり狼の心蜂のせいあって世を経て功をなす飛翔にしてどう猛なる蝦像は蝦夷しは権の牛虎の方の偏水の地に迫り脅かしながら住み祭神王政の、えー 狼の心八の佐賀の猛悪なる性質を有し代々領民に害悪を与え苦しめているありさまである次「昔慶功皇帝」「ブーンの日」「遠いいまだ貧せず」「大和竹の御子」と「宋の将軍武彦」 竹日の御子とらを率いてこれを制するに防人面白す日の御子とはすなわち君のせんなり注釈ー運は弁毛には大方針を引いていわく王かな我がスメラギ 運をぶして仰ぐに順風をもってすと、遠いは東方の江見市のこと、貧は服すること、章の意味、五等星の権威を記したも、昔傾向皇帝、武運の日、遠い未だ貧せず。 ヤマトタケルノミコト、宋の将軍、タケヒコ、タケヒノミコトを引いて、これを制するに、防人、メンす。クス、ヒノミコトはすなわち、君のせんなり。役分、昔、慶公天皇のご知性の右利、いまだ東方の恵美氏福氏たわざるにより、ヤマトタケルノミコトはタケヒコ、タケヒノ 左右の両将軍を率いて、征伐したもうに、蝦夷らは戦わずして降伏してきたのであった。その時の両将軍のうちの一人たる日の御子とは、すなわち、友の兵将軍の万の兵将軍の先祖であられるのである。 次、遠略中にまた背く桓武皇帝大将軍友の音光らをしてすなわち積みせしむ遠略中にまた背く桓武皇帝大将軍友の音光らをしてすなわち積みせしむ注釈桓武皇帝は第50代の桓武天皇 友の伴伴友は姓、音光は名前罪は性罰すること罪せしむ性罰する章の意味桓武天皇の御時にまた当意を性罰せしことを明かす延暦中にまた背く桓武皇帝大将軍友の音光らをしてすなわち罪せしむ役文 その後、延暦年中においてまた遠い謀反を起こせしをもって時の陛下桓武天皇は大将軍もの音光をして征罰せしめたのである次武彦れを平らげしよりこの方常によりより劇をなす諸子の将を使わしてその罪を罰せしむ しかれどもなお人の表、けだものの心あって兆候をかえんずず。けひこれを平らげしよりこの方、常によりより劇をなす。女子の性を遣わしてその罪を罰せしむ。しかれどもなお人の表、けだものの心あって兆候をかえんず,ず。注釈武ひとは大友氏の先祖たる武ひのこと 人面重心は顔は人にして心は獣の獣のごときで同盟にして恩義を知らざるにたとう章の意味慶光天皇より桓武天皇に至るまでの間にしばしば謀反しその都度性罰せしことを明かす武彦これを平らげしよりこの方常によりより劇をなす諸子の章を使わしてその罪を罰せしむ。 しかれどもなお人の表けだもの心あって兆候をがえんぜず約文「任納第十二代慶光天皇の御代に武彦の御子とらが当尉を征伐してよりこの方任納第五十代桓武天皇の御代に至るまでの間には時々謀反をなすそこでその都度、将兵を派遣してこれを征伐せしむ」。 しかしながら彼らは人面重心同盟にしてなかなか服従し兆候をがえんせないのである。次「近城謙魂を徳とし仁義心にそのう」キリン「麒麟昆虫を踏まず」放送「法相法王赤くに来たり救う」「風整うて荒からず」「刑置いて屍ばねせず」 太平の地今に5時になり。近所を健康を説くとし、仁義心に備え、麒麟昆虫を踏まず、鳳凰悪悪に来たりすくう。風整うて荒からず。刑を置いて屍せず。太平の地今に5時になり。注釈近所。 とは盲によれば忍皇第五十三代淳太天皇を指し立て祭る「謙魂」の「徳」とは天地をもって徳とすることで慈悲あって万民を武育すること天地のごときを言う「麒麟」「昆虫を踏まず」「核仏論にいわく麒麟は高さ一畳二尺」「仁を含み義を抱き候補木にあたり」 接戦苦にあたり、えー、音考慮僧侶にあたる遊ぶこと必ずどう選ぶかけてしかして後に降り焼酎を踏まず清掃を踏まずとええー、中を踏まず清掃を踏まず と、要するに王者の五条に秀でたるにたとう、かずの動物である、王王とは、法王は一種の身長にして五島に住み、竹の実を食らい、冷泉を飲み、五色を備え、法王は一種、えー、もとい、泣けば五音にあたるという、この鳥、いずれは天が大安寧なる、随調なりと、 次、赤く「阿は大大楼郭」のこと次「奥」ですねこの字は「奥」「地の奥」に同じ「五人」は「人」は五国の熟することで転じて五国の一の熟する間すなわち一年の儀に用うされば五年のこと「将」の意味「金城陛下の御徳をたたえ祭る」 賢魂を徳とし仁義心にそのう麒麟昆虫を踏まず大奥赤くに来たりすくう風整うて荒からず刑を置いて屍せず太平の地今に御仁なり金城陛下に置かせられては天地の徳をもって万民をぶいくせられたまいかつ御条をもって もととせられたもうところの聖天使に増しましす、その聖天使たることを「麒麟も世にいで小峠法凰も老角に来たり住みもって天下の大安寧を祝うがごとくであるまた天もそれを察知して風雨その時を得て五穀よく実り天下太平である天下太平なるがゆえに慶は奥ともそれを持ちうる必要なく皆天命を全うするありさまである」。 各天が太平の御世の続くことここに五年であるそれ武威の世に有病の罰を致し水凶の時に卓六の戦いあり時すでに行期にして仁義の京帰ってこえとなるそれ武威の世に有病の発を致し罰 有病の罰を致し、水峡の時に卓六の戦いあり、時すでに行基にして、仁義の京、帰って声となる。注釈、部位の世とは何事もなさずして、自然に治る御世で、太平の世のこと。有病の戦は、有病の罰は、大成たる春の知性に有病の国。 背く俊測って激を維持して回しむこれを有病国の人々見て恐れをなして降伏すという「水狂」とは「水意教取していても天がおのずから収まる」を言う「宅録の戦い」とは皇帝の世に私有乱をなす皇帝諸行をして聖伐せしむ私有と宅録の矢にたたこうついに私有を禁殺すと 要するに「水峡無為の世にすらも性伐のことあるにたとう」「行紀」は末世のことで世の道徳人情の大敗したること「古越」は「古の国」と「越の国」とで陶器を言う「小」の意味「大政の水峡無為の ご知性にも謀反あることを明かすそれ部位の世に有病の罰を致し水凶の時に拓録の戦いあり時すでに行基にして仁義の今日帰ってこえとなるそれ思うに無為にしてよく治まれるご知性すなわちかの春の世における有病国の謀反の本意のごとく ごときまた水教のご知性たる皇帝の世における卓録の戦いのごとく水教無為の立派なご知性においてすらも清罰という矜持はあったのであるいわんや世は末世となり道徳を衰えたる今日において勝かかてて加うるに かっては仁義の国たりしも今は古越のそれのごとくに道徳、廃れたる世にお,世においては、偏水の地の伏せざるは当然のことと言わねばならぬ。次。この頃信仰、懐、木、品菓子に起こり、地震、流星、西に起こる。この頃信仰、懐、 日暮に起こり地震・流星・西に起こる注釈信仰・回帰とは信仰とは流星などのこと回帰とは気の回になるもので日食などのこと章の意味偏水の地に狂変あることを象徴する強調を記せしものこのころ信仰・回意 訳文このころ「信仰回帰たる流星日食等が東の方に起こりまた地震流星が西の方に起こりつつあることはあたかも狂犬の協調を暗示するがごとくである」。 皇帝、同行診療してすなわち分の孫子を使わして当意を鎮王、摂氏面と干す。皇帝、同行診療してすなわち分納尊主を使わして当意を鎮王、摂氏面と干す。注釈同行は溝のうちに、甲のうちに。 押し入ることにて人を苦しむるに言う「信領は「信は痛むことはかり痛むこと」「文王損し」「文王は露光女の人」「食との主となる非常に雅を好み」 教科に意を持ち諸の人々が文化を好むに至りしは文王の教科によると称せられるほどに文化に優れたる人孫子は聖の人兵法をもって大いに現るすなわちこれは平正寺がよく文武に優れていることを昇せんがためにこの2人を挙げ持って講事せし者である昇の意味 平勝寺が文武の道に秀でていることを上子一人がよく知りたまえることを明かす皇帝同行、を信仰してすなわち文豪孫子を遣わして当尉を鎮王、をシメンと干す訳文金城皇帝は当尉の謀反を非常に新年遊ばされるそこで文においてはかの文能にも非すべき また部においてはかの孫子にも必すべきところの閉生寺を使わされもって当為を鎮定遊ばされんと下もうたのである次「君地にしてはかりごとありかにして刑あり門はすなわち類用人はまことに閉生なり義を吐くに精神にかなえり州もまたこれを押す」。 君、地にしてはりごとあり、かにして敬あり、門はすなわち類用、人はまことに平生なり、義を吐くに精神にかなえり、衆もまたこれを押す。注釈、かは勇敢なことで、優にあたる。敬、人愛で、人にあたる。すなわち、地、 中 K の3で地人有の3を示す順番としては地有人になってるのかな次門は家門のこと家門のこと類用は代々のこと誠に平生漢は平生時に至って その人誠に平生にするの徳を備えたりの意次精神は天使の御意押すとは推,推挙すること君地にしてはかりごとあり家にして計あり門はすなわち類用人は誠に平生なり義を吐くに精神にかなえり衆もまたこれを押す訳文、 君は地に優れて計り事に巧みにしてかつゆうにして人愛に富みその家紋は先祖代々より文武の家柄であり今君に至って官は平生寺となりしかもその人となりは平生にする徳を備えておりその意見は公正にしてよく精神にかなうされば諸人も また君を推挙しているる。のである次このゆえに不説を流眼に授けられ効果を括弧にぶすこのゆえに不説を流眼に授けられ効果を括弧にぶす注釈 不説、不は斧、説は窃盗で昔我が国に似て、共俗政党などの際、天使より大将軍に賜りし刀。流眼は天使のお顔。硬貨とは天皇の御神徳をもって感化すること。過去は蝦見のこと。章の意味。 誠意の勅命を廃するを記すこの故に不説を龍眼に授けられ効,、うん、効果を過去にぶす約訳文可用な理由をもって閉成時は恐,恐,れ恐れ多くも 陛下より直々に誠意の不説を授けられ遠く東へ蔵を消,消去えっ、ー、と仏教することになったのである今日かな武教することになったのである武姉かな武姉することになったのである 安寧のねえかなそうだね次「千を賜い詩を賜って天卓配膳たり死座してわしまつるにし、すなわち銃をなす」まさにこれ「永」を思索にならし声を思畜にあぐべし 線を玉石を賜って天託配膳たり示唆して和紙奉るにしすなわち銃をなすまさにこれ A を詩作に鳴らし声を詩畜にあぐべし注釈「線は」は送別の宴「天託はご音託によくしたてまつること。 拝禅は公典における太右のごとく体温をこむるに言う銃を成すとは銃は変銃の儀で司教の我と生との実編を一貫となせるを言うのである聖銃の銃とかの銃ですね転じて四変の儀にもちう,うーん。昔はよく分かってなかった 次、A を思索にならし」「A とは英名名誉のこと思索は思は思観作は思観が記すところの札されば歴史の書声を思築にあぐべし声とは思の因律を指す思築の思は箏の類い築は笛の類いされば総じて楽器を言う。 今ここでは詩の因律が楽器に忘ることができる意で詩の因律が正しく立派なことを言う。「千を賜い詩を賜っ,って千を賜い詩を賜って」「天託配膳たり」「自座してわしつるにしすなわち銃をなす」「まさにこれ絵を詩作に鳴らし声を詩畜にあぐべし」 章の意味、天音によくしたて祭り、栄誉限りなきことを剣ず約文、賢くも、賢くもですね、これ、恐れ多くもじゃなくて、賢くも、陛下より、御千を賜り、津さえ、御御子を賜う。しかも、自座して和したて祭り、作り賜うところの、御子は、 偏重となりたることは栄誉これに過ぎたるはなく典型の広大さに冠類したてまつれることであろうその栄誉はまさにこれ歴史の上に記されて常しなえに輝けるものでありまたその賜りたるところの死は誠に立派なものでありその因律すらも正しく麗しきものである。 しかのみならず、生こぞって修俗,気習俗地球ことごとく皆花向けし惜しむ、頻度と君と炭鉱にして剣と温鉱なり、子息別なれども半差古希なり、 しかのみならず、生こぞって、良俗、地球、ことごとく皆鼻向けし、惜しむ、頻道と君と炭鉱にして、剣と恩行なり、思祖区別たれども、反差古希なり、反差根気なり、注釈、しかのみならず、とはその上に加うるに、生こぞって、生は往生の地、良俗は良は漢を、 同じようにする者すなわち管理、俗は親族のこと。気球は知り合いの人。頻度は大詞、ご自称の。五、炭鉱は、掃除、第六、三水編に、君子の交わりは、あをして、水のごとし、精進の交わりはあおをして、霊のごとし、甘酒のごとし。 君子は青をしてもって親しみ、精進は青をしてもってたゆとあるによる、されば交わりの深きを言う。次、限度、これ、ど、でいいか。限度とは、巨樹のあざなである。巨樹は紅葉の人、魏の中領軍。 一文字不明が原尊で風流簡素の人であるこの人の故事を貧毛に宮中を引いていわく竜丹あざ名は竜縁かなあざ名は新朝夜間分の座に夜間分の座にあっ 修繕として単次でいわく西風「老月」に「浦村くは「限度なきことを」と「されば風流の友」を意味す次「円光とは円光は炉山の「円恩星のこと炉山記第三によれば「円保子恩保 呂布におること三十四年。影山を入れず、あと俗に入らず。客を送って故郷をよぎれば、虎すなわち名号す。昔、ちょっと一文字不明、原料。 立理におり、西南の、一文字不明、修正、また誘導のしなり、陸ですね、陸修正、また誘導のしなり、恩師、勝ってこの二人を送る、共に語って同合する、覚えずしてこれを、よぐ、 これをすぐよって愛ともに大いに割ろうとたればともを意味す同友かな同友を意味すともに向上の厚きを言う次子孫は同族のこと伴奏 番は大友氏、沢佐,佐伯氏で大師の兜。今期の今は長廷、きは待って、すなわち兄弟のこと、兄弟のごとく交わりの深く親し,きし深く厚きを言う。しかのみならず、生こぞって良俗、地球ことごとく皆、花向けし惜しむ。頻度と君と炭鉱にして、 剣と恩厚なり始祖区別誰れども反差根気なりさらに加うるに「形状の地における同僚ならびに親族あるいは知人に至るまでことごとく皆君がために花向けしかつ別離を惜しんだのであるさて頻度と君との 法上を思うに、それは非常に信仰なもので時としてはそれはあたかもかの身長と限度におけるがごとく風流の友でありまた時としてはかの温厚と当陸の交わりにおけるがごとく愚道の友であり互いにその 職分異なり同族の才ありとしてもその向上の信仰なること何時と我れとは全く兄弟のそれのごとくである人を送るにことをもってす個人これを言えり三軸の広く一片の摂氏新薬を家事してもって別れの後の思いにあつ人いたらばこう剣を垂れよ 人を送るにことを持ってす。個人これを言えり、三軸の広く一辺の接し、新薬を加持して、もって別れの後の思いにあつ、人いたらばこう剣を垂れよ。注釈、個人は孔子家語。第三、監周編にいわく、老子孔子を送っていわく、我聞く、 不器なる者は人に送るに財をもってす人者は人に送るに元をもってす我富子とあたらずしかも人者の業を盗めりこう死に送るに元をもってせんかと次三軸の広くは貧毛症には 貧毛症もしくは弁毛症ですかね。おそらくは三略を指すならんという、これ、ご音読みの方が良さそうな気がする。弁毛症でいいような。三略は衆の大公の十作にして、官の長領の功績公より授かりしという兵書で、上略、中略、下略の三あり。次。 剣を垂れよ。剣は、剣量すること。人を送るにことをもってす。個人これを言えり、三軸の広く一辺の摂氏、新薬を家事してもって別れの後の思いにあつ。人いたらば、こう剣を垂れよ。死、えー、の,の意味、死分を送るゆえんを明かす。訳文。 人を送るに弦をもってするということは個性の教えるところである。昔かの功績校は長領に三略の広くを送りしというが今日今自分はさような立派なものではなくつまらぬし一遍を送,送らんとするものである。なお他に家事の新薬を添えて送り持って別離の後の思い出たらしめんと。 願うものであるから使いの者がいたらばどうか兼了せられんこと。次。春るして秋入は聖君の名状なりすなわちはせすなわちうぐついて早く変弦偏法の変法の をそうせよというるじしてアキールは聖軍の名城なりすなわちはせすなわちうぐついて早く偏方の亜人をそうせよということしかなり」。 何て読むんだろう次「注釈春時して秋いる」とは春たて秋来たる儀すなわち西へは交易時を越えず春行って秋帰り秋行って春来たることになっていた次「名城」とは名光の直言 ーすなわちうぐついて早く変貌の亜人をそうせよこの「衆」という字は馬が解くはすることうんー なんか違うような読み方なんかありそうな気がする。春時して秋ルは聖君の名城なりすなわちはせすなわちうぐついて早く偏方の阿ンをそうせよということしかなり。 春辞して、秋いるは聖君の名状なり、すなわちはせすなわちうぐついて、早く偏方の阿人をそうせよということしかなり。訳文、えっ、ー、と、章の意味、直言を拝して乱を平らげんことを願う。訳文、明校の直言は春たって、秋、嫌いするようにあるかと聞く。されば、 早く認知に、はせをもむいて、偏水の地における蜂のごとき蝦夷しの乱を平らげて、彼らの復,復興せし、吉報を一日も早く創造し、奉承し得られんことを申しあぐる次第である。訓問は海壁より皇后の将なり、 地を永峰あって聖人に叶えり、訓紋は海壁より皇后の章なり、地を永峰あって精神に叶えり、注釈訓紋とは平正寺が家紋のこと、海壁より皇后の章とは、大友氏の塩素は雨のおしほひの御事で、 雨の押し日の御事で雨の押し日の御事は天の岩戸を開きし時の天尊の御前に下りきたれる者またその子孫たる道の御の御事は天武天皇の将であるこれより以後大友主は代々将として賊を討つよって よって海壁より高王の将なりという。地王、地友、英坊あって、地王、英坊あって、英坊は優れたるはかりごとであるが、今は人にあつ。されば地、人、友のこと。うん。次。 精神は極めて優れて霊妙なること神のごときを言う。訓紋は改壁より皇后の章なり、地を永望あって精神にかなえり、将の意味大友氏の先祖遺徳を三胆す。訳分君が家紋は改壁の大昔より、よよ皇室を守るところの章であり。 それらの人々は皆知位人有の三を顕微したる名称でありあたかもそれは神にも等しき聖書であらせあられた次説を辞して霜を犯すこと昇白のごとし手を含み雪をしのぐこと竹印に似たり説を辞して霜を犯すこと昇白のごとし手を含み雪をしのぐこと竹印に似たり 注釈説を辞すとは忠節堅固にして汚されず不変になること。定を含むとは志が正しく堅固なること。雪をしのぐとは雪は汚されず純白であるゆえに正しきにたとうその雪をしのぎそれ以上に正しきを言う。竹員とは印も竹竹は昔から 定見なるなんだろう一文字不明人に例えらる説を辞して死後を犯すこと昇白のごとし手を含み雪をしのぐこと竹印に似たり章の意味大友氏の定説堅固なる徳を炭図 訳文その中説は堅固にしていかなる困難にも打ち勝ち耐え忍ぶことあたかももをしのぐ昇白のごとくでありまたその志の正しく堅固なることを雪をしのぎそれ以上に正しくあたかもそれは竹の精に似たものがある「両性の折衝する何ぞそこを遺伝賢才の妙略は」。 悪のうちにのぶ。良性の摂症するなんぞそこを遺伝。賢彩の妙略は悪のうちにのぶ。注釈、摂症は敵の来るをくじき破ること。そこをそこを遺伝。そこは要塞、あるいは上郭 陣営のこと。妙略は悪のうちに、のぶ。あかりごとを威約のうちに巡らして勝つことを千里のほかに、千里の外に決するを言う。おや、どっかで聞いたセリフ両性の折衝する、何ぞそこを遺伝。賢斎の妙略は悪のうちにのぶ。小の意味。 大友氏の死望に優れたるを言う訳文「良将は戦に際して小野が陣営を入れずしてよく敵の来襲をくじき破る」というが南はその際を備えまた「賢才の死は妙略を威悪のうちに巡らして勝ちを千里の外に消す」というが南はその賢才を 顕微せる立派な名所である「ボーイの貴人は一派の草」「雨敵の祭宜は半菊の塵。り」「ボーイの貴人は一派の草」のイイの「雨敵の祭宜は半菊の塵。り」 紀人は紀は犬、蟻の犬にありだよね、この字、犬に同じく、人は、んは人に同じ。されば、エミシの陣営は蟻の集まれる陣にも等しいの意味。次、右犬とは右人で右人で、ウ人でエミシを指す、再営はジンのこと。 防衛の貴人は一派の草右敵の再儀は半菊の塵。り将の意味大友氏の賜望をもってすれば蝦夷氏の無力なることを示す訳文各優れたる了承賢祭を剣美せる汝にとりてはかの遠いの陣営のごときはあたかもありの集まれる陣に等しきものでそれは一派の草に等しく またそれは、半菊の塵にも必すべきほどに何人とりては相手に足らぬほどつまらぬものである。次、非金もまた恩と義とを知る、もう子なおけと仁とを知れり、知覧は我にあり、敵にあらず、鬼神範囲はおが見たり。非、うん、金もまた恩と義とを知る、もうなお なお,いなお慶と仁と知れり、祈願は我にあり敵にあらず、鬼神範囲は己が見たり。注釈、飢饉もまた恩と義と知る。弁網によれば、俗正解器、諸正解器における高弱の 記事を記して曰く、えわからないなこれ何て書いてるかな,なんちょっと2文字不明ですねなんとか方かな9歳の時ああですね等かな海印山の北に至る1羽の耕若が司教のために 打たれて樹家に落ちて老儀のために苦しめられているのを見養法、ああこれ養って書いてるんですよ養じゃないな何だろう養かな養法、陽これを取って金賞のうちにおいて効果を詳しむ百 夜日にして某うなって飛びすなわち飛び去るそのよ、行為の同事がありて法に向かって采配していわく我は聖王母が死者なり君人外ありて局を救う実に生成を観ずという八冠四枚を持って宝に後を宝じゃなくて 名前ですね「養蜂」「蜂に跡を」「君が子孫を潔白にして暗い三時に登らしむることまさにこの「漢のごとくなるべしと」とまた「裏盆書新規牧の下」には「次長オウムすらなお恩を思うことを返す」とありすなわち鳥が「 母鳥に方を返すことまた雪山の中におけるオウムが物が父母の盲目なるをもって常に効果をとってきて養いたるがごときは皆恩義を知りその恩を報ずるものである次「盲虎」なお知れ入りう々。ぬ 弁毛に五感状列伝三十一を引いて曰わく宋金あざなは宿用南洋安州の人なり後部の時に急行の大衆に移る軍に虎の棒を押し常に慣性を募り置く猛く なお障害をし金至って木を俗剣に下していわくそれ古郷は山にあり現代は水にあり各々の託するところありかつ幸愛の猛獣あるはなお北斗の何て書いてるかな楽 あるが如しなんか違うような気もするけど今民の害をなすとが残りにあり思考して老金して張り取るは優術のもとにあらずいつに完成を去るその後伝えて言う虎愛ともに 東に優で孔を渡るとこれ個人の人徳を貫ず虎人の人徳を貫ずるにある飢金もまた恩と義とを知る孟子なお慶と人とを知れり治乱は我にあり敵にあらず紀神範囲は己が見たり 章の意味「恵美子の復興」「遺憾」は平章時自身の心次第になることを故事を引いて示す。訳文「かの公若が恩義を返し次長オウムが父母に反歩するがごとく飢きですら本当の恩義を知りそれに無垢印とするものでありまたかの猛虎が宋金の人徳に感じて地を移したるがごとく。 各近従すら人の真心を感ず言わんにゃ人間たる恵み死において親である。されば彼らの復興をす,する線は一つに汝が真心遺憾にかかっているものである。還元すればよく治るかよく満たるるかは汝自身の心にかかっているのであって敵にあるのではなくまた寄進するか 本意するかの分かれ目は何時自身の心にあるということを察知すべきである。次。天の選び君にあり譲るべからず家を忘れて国のためにするはこれ中心。調整疲労して演歌をつ運配運配飛びはせて軍礼のぶ。 天の選び君にあり譲るべからず家を忘れて国のためにするはこれ中心調整疲労して演歌をつ運杯飛びはせて軍令のぶ注釈、天は皇帝君は平正寺調整えー、っと疲労して別離の悲しさを言う をつさり分かるる際の詩の心を表す次雲杯は灰とは雑色の絹にて伏辺をつづれる一種の旗にてその末避けて塩美のごとくなる憔悴の立つるもの雲杯とは高く上げたる旗のこと 「天の選び君にあり譲るべからず家を忘れて国のためにするはこれ中心調整披露して演歌をつ運杯飛びはせて軍令のぶ」。約文皇帝陛下が特に選びたもうて勅命が何時にあったのであるからその栄誉は自ら進んで果たすべきで決して他に譲れない無常の光栄である。 そして名を奉じて家を忘れて訓告のために尽くすはこれ中心たるものの本文であるしかしそうは言うものの出発に際しては鳥の声も疲労のごとくに聞こえまた花のおつるも感激に耐えざるものがある「王灰を高く上げ将兵前後乱れず行まは何と惜しいことであろうか」。 孫子長領彼何者ぞ陸桃三略この春に用う当該万里一気にす少なし行った早くはせて幸福なれん孫子長領がこれ何者ぞ陸桃三略この春に用う当該万里一歩に少なし った早くはせて「幸福なれん」「注釈」「何者」とは平正時も「孫子長領に劣らざる名称なり」の意味「陸桃」は太鼓坊の推定せる一部兵等の一部六辺の閉所六辺とは文桃武桃竜桃古桃氷桃剣桃である。 次三略功績功が長領に与えたる兵書当該万里一歩に少なし大丈夫は視界を志すゆえに当該万里といえどもこの輪のごときを言う次「行った」早くはせて「行った」の「た」は土星怒った声叱り飛ばすこと幸福は「 変変水の地を言う今ここでは「変水の地」の笑みしを言う「孫子長領が彼何者ぞ陸島三略この春に用う当該万里一歩にあまねしいった早くはせて幸福なれん」注釈じゃなくて小の意味 平生寺が地望を十分に発揮すべき時期なることを示す。訳分、かの孫子長領がごとき祖母難人ぞ。難が地望は彼に勝るとも劣るものではない。陸東三略にも非すべき難が平術はこの春に試練することのできたることは、でき、でき得えたことは、 何時に取りて全く後期到来と言うべきである大丈夫は視界を志すがゆえに当編の地当主といえどもその志の上から言うならば一歩にすら足らぬほどである早く長谷赴いて一括したならば東の蝦夷は立ちどころに降伏し重複することであろう以上ですね。 ちょっとゆっくり読んでたのであと1個で終わるのでもう1個進んでいこうえっ、ー、と「信羅の同社にあたうるしい並びにそう」「信羅の同社にあたうるしい並びにそう」 注釈、信羅の道とは、弁網によれば、清宮の大賢のことといえり、上というのは、霊で書簡の儀、章の意味、はじめに題名をあぐ、訳文、遠く朝鮮の国、新羅より来朝せしところの商人に送る、詩並びに、詩官、書簡。 たちまち筑前の大使の説を見て説を聞いて信羅の商人らの会を過ぎて実長セラルルを承る。帰直んぞ言わん春の花しゃくしゃくたりたちまち筑前の大使の説と聞いて信羅の商人らの 会を過ぎて実長せられるを承る。貴なんぞ言わん。春の花しゃくしゃくたり。注釈今とは一章には「剣」ですね。剣見るとは。一節一章には門前忠を引いて剣は菊の訓に読むべしと。だからここ「聞くってなってるのか。 他のはどうなってるのか。弘法大師空海全集では普通に見てとしか書いてないですね。まあまあよいや。そして、筑前の大使は何人なるか古来より未消。樋直直は貝、端に同じ。ああ、ですね、樋。 残機に体内の木。去れば喜びはず,はずるぎ。しかし章によれば喜びかなうと読むべしともいい。またある章には直は誤者ならんとも言う。おそらくこれは商人の来たるを喜び大師が十分に原意することができぬを。 恥,ずかし恥,恥と恥ずかしと仰せられたのではあるまいかと思う春の花シャクシャクたり喜ばしき意中を表現する語。 の意味、白羅の商人の来朝を喜び祝図たちまち筑前の大主のせと聞いて信羅の商人らの会を過ぎて実朝セラルルを承る貴族なんぞ言わん春の花シャクシャクたり訳分突然に筑前の大主から次のようなことを聞くすなわち白羅の商人らの一行が海を渡って来朝せられると。 遠く3階を渡って来庁せられたことはまことに喜ばしき次第でありそれに比しても十分に「芸因致すことのできざることは恥ずかしきことである」しかし喜ばしさは何にた例えようもなくうれしきことで春の花もシャクシャクと咲き誇り一向を祝福しているかのようである「伏しておもん見れば 商人ら会を過ぎてたちまちに至る。要廷いかん、頻度久しゅう全冠を閉じて芸意することは問わず、中心に、用を企てえ、中心に越を企て、実績に我を労す。いささか一遍の死を伏して、持って、愛思うことの至れることを評す。伏しておもん見れば商人ら会を過ぎてたちまちに至る。 妖呈、遺憾、頻度、久しゅう全慣を閉じて現意することは当たわず、中心に陽を企て、実績に我を労す、いささか一片の死を伏して、もって愛を思うことの至れることを評す。忠釈中心とは心中、越はまみうること。 章の意味、敬意することを当たわざるにより、遺憾の意を表すとともに、その、その、何でしょうね。なんとか中を表す。蝶かな。伏しておもん見れば商人ら、会を過ぎてたちまちに至る。要廷遺憾、頻度を久しゅう全館を閉じて、敬意すること当たわず。 中心に悦を企て実績に我を老す、いささか一片の死を伏してもって愛思うことの至れることを評す。約文「翻って考えてみるに商人らは遠く海を渡り来朝せし者であるがゆえにその老苦は察するにあまりある。ご用体にお触りはなきことにや、お慰め申し上げる次第である。 私は久しく前室に閉じこもって全官を凝らしているが故に親しく迎え入れてご慰問申し上げることはできぬしかし心中には何とかして親しく越してお慰め申し上げたいと朝夕に思うて心を煩わしているのであるしかしどうしても敬意することができぬので いささか一辺の詩を伏して贈り持って贈り持って商人を思うていることの美中を表す次第である次また一領事の法へをつくらしむ早々にしてこの使いに作ることを得ず必ず後人に伏して奉てらんをしてこれを詳しゅうすることを垂れよ また一領寺の「方へをつくらしむ」「早々にしてこの使いに作ることを得ず必ず後人に付して立てまつらん」「推してこれを詳しゅうすることを垂れよ」「注釈一領寺は一領のことあるいは一具のこと」「章の意味詩のほかに方へ一領を後日送ることを明かす」 また一領事の方へをつくらしむ、早々にしてこの使いに作ることを得ず、必ず後人に付して立て祭らん。押してこれを詳しゅうすることを垂れよ。役分。またこの詩の他に方位を贈呈せんと思い、方位一具をつくらしめているものである。しかしことあまりにも急なことでこの詩を持参せしむる使いの間に、 合わざる次第である。よって出来上がり次第後の使いのものに託して定常せんとする次第である。この事情十分にご推察あらんことをこう。次。実刑の日必ず先行して目の当たり微分を開かん。陳潮陳潮。 高尾寺、金剛堂寺、金剛堂城、次年の社門、返上金剛を建て祀る。母春、19日。これで終わり。大丈夫かな。実景の日、必ず先行して目の当たり、微分を開かん。陳長陳長高尾寺、金剛堂城、 次年の呪門、返上今後、情を立てつる。母春十九日。注釈。微分を開かんとは未だ開かざること。陳潮とは大切にすること。母春とは三月のこと。章の意味。実況の日に、受刑の日に、先行することと。 ところのを示さる受刑の日必ず先行して目の当たり身分を開かん」陳朝「陳朝陳朝高尾寺金剛道場次年の社門返上金剛女王まつる」「母春十九日」略文「役分入教の日には必ず先行し」「メンタリ境外に接し」 もって微目を平かんと接するものである大切平ら、えー、かんと干する干するものである大切にせられよ大切にせられよ高尾山寺、金剛道場における次年の社門返上金剛この城を奉る時に募春3月19日次請求の商人ら法前然請求の商人ら法前然 注釈、請求は所在の名、法然は禅人を読む、よ、たっ飛ぶ敬語。請求の商人ら法然、商の意味、宛名を記す。約文、請求の商人たちに、奉る、法則。次。 信羅の商人らの実朝セルに送り立てまつる信羅の商人らの実朝セルに送り立てまつる章の意味詩の代をあぐ信羅の商人らの実朝セルに送り立てまつる役文「新羅の国の商人たちが」 大腸セルに送り立てまつる。請求の同社、木を忘れる人、法を守り、縁に従うて、物を利する日になり。開催に灰を浮かべて、実益によぎる。脳を自し、咳を飛ばして、両親を愛す。請求の同社、木を忘れる人、法を守り、縁に従うて、物を利する日になり。 開催に灰を浮かべて実益によぎる。脳を自死、咳を飛ばして良心を愛す。注釈、暴気は世のことを忘れること。良心を愛すは万人を再度することを好むの意で利他の徳を表す。章の意味。 御法利他の志厚きを炭ず「請求の同者木を忘れる人法を守り縁に従うて物下りする日になり開催に灰を浮かべて実益によぎる」脳「能を自し席を飛ばして両親を愛す」訳文「訳分 白木の請求の同者それは世事を忘れて法を守り縁に従って人を利益せんとする者利益せんとする者死刑えっ、ー、と法を守り縁に従うて人を利益せんとする人すなわち誤法利他を志す人である大会に小舟を浮かべ身の危難を危険を をも顧みず、困難困苦欠乏に耐えながら日本国に来朝せし人である。脳を自し、釈上を自して至るところに漁師して万民を再度することを愛好する人である。風光月食返事を照らす。 うぐいてようか、募春に発す。いずれの日、いずれの時にか、議決に挑戦。ことを忘れ、貝を傾けて、エンジンを掲げん。風光月食、円磁を照らす。うぐいてようか、募春に発す。いずれの日、いずれの時にか、議決に挑戦。ことを忘れ、貝を傾けて、エンジンを掲げん。 宗釈・風光は請求承人に例う「返事」とは高尾辞を言う「ぐいすないて」とは請求承人の語にひす「議決に挑戦」議決は朝廷の義。ことを忘るとは宗次に曰く」「言は意にあるゆえん意を持って言を忘る」 我いずくんぞかの暴言の人を得て、これとともに、言わんにゃと、されば真実に語りおうて、互いに言の真意を了解すること。次。会を傾けて、とは、窮地のごとく親しくすること。 議決に挑戦、えー、ではなく傾けてエンジ陣ンを掲げ心中の運を張ろうこと風光月食返事を照らすうぐいすないてようか募集に発すいずれの日いずれの時にか議決に挑戦ことを忘れ を傾けてジ陣を掲げん。訳分、請求の商人来朝して、この返事たる高尾山寺まで、高尾山寺までもその特攻を照らす、それはあたかも風光月食のごとく麗しいものである。また商人のお声はあたかも、うぐいすがさえずるがごとく和やかにして、そのために、 ようかも募春に開くるあくるほどである。いずれの日いずれの自分にか朝廷に三代せられるのである,あるか。早く返して真理を語らい本当に打ち解けて談合しもって心中の運務を払い去らんことを願う次第である。以上返上北起少量集牧野三を割る。 せっかくなので冒頭から今日のところをおさらい一読して訳文は読まずに本当に一読だけしよう。第 17, 領第17「半暗雑平衝誌の陸府に赴くに送るし並びに除」。 それ、不尊南北に心なけれども、風に覆うときはすなわち飛ぶ、純の徳なり、人心統制に心なけれども、目を含むときはすなわち発す、中の至りなり、祭事たる防衛、昏睡に迫りおり、狼の心、蜂のせいあって、世を経て功をなす。 昔慶公皇帝武運の日当い未だ貧せず大和武尊御子と宋の将軍武彦武彦御子とらを率いてこれを制するに防人免白す日の御子とはすなわち君のせんなり遠略中にまた背く官務皇帝大将軍友の乙光らをしてすなわち積せしむ たけこれを平らげしよりこの方常によりより劇きをなす諸子の書を使わしてその罪を罰せしむしかれどもなお人の表けだものの心あって兆候をがえんせず金城健康を特等し仁義心にその麒麟昆虫を踏まず法を赤くに来たり救う 風整うてあらからず、刑を置いて屍せず太平の地、今に御仁なり、それ、部位の世に有病の罰を致し、水峡の時に卓六の戦いあり、時すでに行期にして仁義の今日帰って来となる。この頃信仰 怪奇貧貸しに起こり地震流星西に起こる皇帝童行、信仰してすなわち分納孫子を使わして当意を鎮王せしめんと発す君地にしてはかりごとありかにして敬あり門はすなわちよう、人はまことに平生なり義を吐くに精神にかなえり 州もまたこれを押す。このゆえに、符節を乳癌に授けられ。過去効果を加工にぶす。効果を過去にぶす。このゆえに、符月を乳癌に授けられ。 効果を過去を鈍す線を玉石を賜って天卓配膳たり示唆してわし奉るにし、すなわち銃をなすまさにこれ絵を施策にならし声を思竹にあぐべししかのみならず姓こぞって良俗地球もとい しかのみならず、生こぞって両族地球ことごとく皆花向けし惜しむ、頻度と君と炭鉱にして、剣と恩公なり、思祖区別なれども反差今期なり、反さ今期なり、人を送るにことをもってす、個人これを言えり、 三軸の広く一片の彰子新薬を加持してもって別れの後の思いにあつ人いたらばこう剣を垂れよ。春じして秋いるは聖君の名状なりすなわちはせすなわちうぐついて早く変貌の武鎮をそうせよということしかなりもんな海壁より皇王の将なり 地を英望あって聖人にかなえり説を辞して霜を犯すこと昭白のごとし邸を含み雪をしのぐこと畜印に似たり良性の折衝する何ぞそこを遺伝賢才の妙略は悪のうちにのぶ。 防衛の貴殿は一派の草、右敵の再儀は半菊の塵なり、飢きんもまた恩と義とを知る、猛虎なおけと仁とを知れり、祈蘭は我にあり、敵にあらず、貴心、範囲はおのが見なり、お、え、のー、が見たり。 天の選び君にあり譲るべからず家を忘れて国のためにするはこれ中心調整披露して演歌をつ雲杯飛,飛びはせて雲杯飛びはせて軍令のぶ孫子長領彼何者ぞ陸桃三略この春に持ちう当該万里一歩に少なし ったはよをはせて幸福なれん次十八信羅の道者にあとおるしい並びにそうたちまち筑前の大使のセット見てもといたちまち筑前の大使のセット聞いて信羅の商人らの会を過ぎて実朝せらルるを承る 貴何ぞ物言わん春の花シャクシャクたり伏しておもむれば商人ら会を過ぎてたちまちに至る妖体遺憾頻度久しゅう全漢を閉じて芸意すること当たわず中心に悦を企て実績に我を労す。 いささか一遍の死を伏してもって愛思うことの至れることを評すまた一領事の法へをつぐらしむ早々にしてこの使いに作ることを得ず必ず後人に伏して奉てらん押してこれを詳しゅうすることをたれよ 受刑の日必ず先行して目の当たり微分を開かん。天朝、陳朝、高尾寺、金剛道場、次年の社門、返城、金剛場を建て祭る。母春、十九日。請宮の商人ら、法膳。神羅の商人らの実長セルに送り建て祭る。 請求の同社紀を忘れる人今を守り縁に従うて物を利する日になり開催に灰を浮かべて実益に実益によぎる脳を自死席を飛ばして両親を愛す風光月食返事を照らすうぐいす抱いて陽花母春に発す いずれの日いずれの時にか義決に挑戦。コネを忘れて、こ,ことを忘れ、回を傾けて、エンジンを掲げん。以上。今日はここまで。また後ほどありがとうございます。ごきげんよう。